東京銀座、やってきたのはかの食通。銀座、非常にその数が多いのがお寿司屋さんなんですね。実際に銀座界隈で500軒もの寿司屋さんがあると聞いています。今日はその中でも特に老舗であり、もう名店中の名店のお店にこれからご案内したいと思います。銀座の老舗主人がうなる名人技と日本海旬の味。銀座の老舗、名店中の名店といえば迷わずこちら久兵衛。田崎さんもまっすぐに店の受付へと向かいます。どうも、こんにちは。こちらでございます。まず通されたのは待合室を兼ねた魯山人ミニギャラリー。陶芸家で食通としても知られた北大路魯山人はこの店の常連客の一人。初代久兵衛を握り寿司の名人と称えました。どうも。どうも。いらっしゃいませ。どうも。迎えてくれたのは2代目の今田洋介さん。そう、こちらは足を運んだことがなくとも一度はその名を耳にしたことがあるであろう老舗の名店、銀座久兵衛本店。その味を求め世界の VIP たちも訪れます。なら上の方へご案内申し上げます。はい、はい、よろしくお願いします。5つのフロアからなる本店。田崎さんは5階のカウンターへ。いや、今日は楽しみにしてきたんですけども、はい、なんか握りをお任せでお願いできますか。はい、お昼のおまかせっていうのがございますので、はい、はい、お昼のおまかせ、11貫ぜひぜひ、はい、それを今日は魯山人の、あ、そうですね、今日はせっかくですから。魯山人作の皿に最初に出されたのは煮切りで食べる中トロ。津軽の海で一本釣りされた本マグロです。いただきます。もうマグロの香りがすごいですね。マグロの味の力量とご飯の味の濃度と大きさと全部いっぺんに溶けますからね。素材の良さはもちろん究極の技が生む極上の握り。握りの硬さってそれぞれネタによって変えられるわけですね。いや、そんなに変えないですけど、極力あの最低線で格好がつく。だから手数を少なくということです、ね、握り寿司の名人、先代から受け継いだ握りの極意。わずか2手で出来上がり。うわ、すごいなって思う。これも見るからに。食通の田崎さんも驚く上質なネタ。完璧な霜降りをまとった大トロ。脂肪の香りがすごいバターみたいですね。これだけ筋があっても、でもそんなにお口には多分あんまり残らなかったのかなっていう部分があるんですね。筋は全然、それも不思議でした。そうですね。4つも5つもこうあるのに。そうです。これだけ、全然残らないですね。これだけ見える筋なんですけどね。お次は江戸前の代名詞、アナゴ。久兵衛伝統、アナゴの煮汁。アナゴから出る油や旨味が何年もかかってこの色を作り出しています。煮込むこと15分。耳たぶほどの柔らかさになったらザルへ上げ、食べる直前に炭火でしっとりと焼き、熱々のまま握ります。久兵衛では油の乗った大きめのアナゴを使うため寿司は2つにカット。1つは煮詰めで、もう1つは塩で。仕上げに削り柚子を散らします。いただきます。お塩から。この塩と柚子っていうのもなんか最近ポピュラーになってきましたけど。そうですね。アナゴの甘みが分かりやすいですよね。アナゴに塗られた煮詰めにも久兵衛ならではの技が生きています。おつまみにもできるゲソをアワビやアナゴ、ハマグリなどの煮汁に混ぜ、さらに炙ったアナゴの骨もその中へ入れて煮込んで作り上げます。これも両方食べると不思議なんですけど、詰めつけた方が味が濃いのにご飯の
味っていうのはこっちの方がはっきり感じられる、分かりやすいというかですね。あ、そうです。はい、あのまろやかに甘くなってる方がご飯とこう一体感があって、一体感、ね、お米 の、 まろあの甘みも全部こう丸く感じるんですけど、爪っていつもすごいなと思うんですね。お寿司のこう流れの中で爪だけなんか特殊、特殊って言ったらあれかもしれないですけど。そうですね。それでそのネタネタにその爪があったって昔は言いますからね。あ、そう、あ、ハマグリはハマグリの、そう、蒸しアビは蒸しアビで、蒸しアビの、あ、それは面白い、最高の素材を最高の技で握られる寿司、おまかせランチなら8400円で握り11個に巻物、味噌汁、茶碗蒸し、デザートが満喫できます。今日ランチ今全部今一通りいただいたんですけど、あのちょっとこう変わったネタというか、はい、なんかありましたら別に、自分が好きなんですけど、ナマコが好きなんですね。ナマコ、ナマコをちょっとこう握るんですけど、それをあんまり他でやってないんですけど。ナマコにいいんですか、はい、その煮たりする、柔らかくするんじゃなくて、もうそのまま生のやつ、生のやつ、はい、先代が考案したナマコの握り、カゴの中に入れたナマコに塩を振り、カゴを勢いよく振ります。何度も繰り返すとナマコの角が取れ、柔らかな食感に。そう切るんですか。はい。まるで捨てられないで、これはあのナマコを召し上がる時のサンバイズなんですけど、ちょっとこう、はい、あ、バリスタもつけて、サンバイズとちょっと紫を落として、サンバイズと煮切り醤油と柚子で味を整えます。これでも見てる方、なんかこのナマコがこのロサンゼルスのお皿にすごく合いますね。合いますね。この後、珍味ナマコの握りに舌鼓、その味は。銀座の名店キューベ、主人が握ってくれたのは先代が考案したナマコの握り。面白い、不思議ですね。なんかアワビの感触に似てるというか似てるんですけども、あの香りが、香りが全然違いますからね。もちろんもちろん。初めて食べました。ちなみにこの、まあ、見てる方がナマコをランチに行ってわけいかないんですね。あ、いや、それは何かと差し替えます。これ絶対なんか面白いですね。面白いですね。ご興味ある方はどうぞという感じですね。一度は味わってみたい老舗の味、ランチでもおすすめが楽しめます。あのぜひ伺いたかったんですけど、あの